本当に流行ってんのかな。もう地図見たらこれをまっすぐってなってたんだけどな。あら、ニャンコがいる。え、ニャンコ？ニャンコ。見た、いたね。構えたからニャンコだ、ニャンコだ。めっちゃ警戒されてる。もう一宿所ね、このヤマトですね。これはなんかの建物のかな。お寺かなんかか。これで合ってんのかな。あ、でも集落に入ってきたってことは確かに駅がありそうな空気はあるな。あ、ピンコンカンコンなってるからこれあるな、踏切が。じゃあでも今ピンコンなってるってことは電車来てるよな。ダメじゃん。でもこれがね、あれか、やっと見に行くやつだったら折り返しだったらちょうどいいぐらいか。うん、あー、電車行っちゃったね。ダメだ。あっち方向は乗りたい電車の方角じゃん。ってことは確実に30分ダメですね。Oh no。 よいしょ。大回りしてなかったら絶対大丈夫だったな。やらかした。今のね、出てた感じから見ても本当もう駅は近くみたいですね。ちょうど駅から出発するよって感じのスピードでしたもんね。よし、はあ、踏切が見えてきた。ここで良さそうですね。よし、まあどうせ電車が来るまで時間ありそうなんで、チラリとチェックしてましょうか。駅前は周りをね。ここも商店は行ってないのかな。あ、でも公衆電話が残ってますね。敷島でしたよね、昔は。何だったっけ、パン敷島カンパニーの逆でしたっけね。あ、でもここが五の三自転車駐車場になってんだ。で、あ、じゃあ駅舎こっちなのかな。あ、ここだ。あ、いいですね。ストーンとまっすぐ。ほんと、まっすぐですね。すごいな。こっかって、ちょうどこの五の三から向かっていく感じなんですね。で、切符売り場があるんで、切符買えるよと。チャージもできる。真ん中ご利用いただけません。あ、じゃああれか、一駅隣がです。あ、170円になりますね。50円浮いた。よし、すごい。このやつ、あの 2day フリー切符とかここで買えるんだ。便利ですね。あ、片道、まあ、今日は片道切符でいいですけど。あ、こんな、これも便利ですね。あ、新車結構はもう、そうか、今はもう販売してないから、前売りだったっけ、ですもんね。で、片道切符で、170円ね。だけど IC には対応してないんだ。高温機能なのか、電気なのか、よくわからない。よし。
便利ですね、この機械。これ今になったここで、ね、小野さんで、まあ一応東名古屋港はね、一応行ったんで、まあ OK ってことで、まあこれで一応全部 OK ってことにしようかな。ルールブック私なんでね。いやー、しかしまあ、結局なんやかんやと長い旅になりましたけどね。やれやれ。まあ旅のね、まとめ自体はね、もう完全に前の動画のところでね、まとめちゃってるんでね、今回はそういうのね、補足ってだけですからね。まあ、よかったね。いやー、いろいろと回りましたね、ということで。今日の次の電車がね、32分。休み時は34分するけど、こっちは次、53分。ないときなね。まあ、ちょっと中に入っちゃうともう、やることないんで、せっかくなんで。あ、そこにチャージできるんだ。改札内でチャージできるんだ。なるほどね。ね、そういう裏技か。さあ、1枚どんな感じかな。あ、飲み物買っとこう。ちょうどいいや。ケーキ用と。お茶で、お茶で、お茶で。どれ行きましょうか。これありがたいですね。これは真ん前があって、こっちももう普通に住宅街みたいですからね。なんかうどん屋さんはあるみたいだけど、まあ正月一回休みでしょうし。よし、じゃあこのまんまね、締めていきたいと思います。まあ特にここから先はね、一人に乗っていくだけなんでね、何かあったら字幕で入れて出しときますけどね、ぐらいで。よいしょ。いいですね。次は自動制作機もあるんですね。一応先はこれでいっちゃう、こうなってんだ。来てるのはあれだな、ここの方に来るやつなんで、ここに。そういえばでも名鉄は、まあ、ここはねないでしょうけど、あの駅構内の名所案内全然ないですね。ゴゾさん、you